こちらがジグシアターのある3階建ての建物で、元、桜小学校という小学校で20年ぐらい前までは子どもたちが通ってた場所だったらしいです。ここが、劇場のジグシアターになります。こういった形の座席の形になっておりまして、まあ、自由な体勢で寝転んでも見れるような席になっております。まあ、こういって座っていただいて、こんな感じでこのままこんな感じで